はい、笹田でございます。今日のテーマは緊急事態宣言中の新規開拓手法ということで、ご相談もいただいたのでお答えさせていただきました。まあ、非常に難しい中だとは思うんですけども、研修会社で営業されている方からですね、ご相談をいただきました。まあ、コロナの今影響で、もともとこの4月の期間で研修会社さんからするとですね、まあ、結構納品であったりとか、まあ、もともとサービス提供するみたいな形で、まあ、案件が仕事が忙しかったりするケースが多いと思うんですが、4月5月のタイミング、今新規の開拓をそろそろシフトしていかなきゃいけないなと。ただこの状況下なので、ぐいぐいと新規開拓するのが相手にとって迷惑じゃないかとか、本当に良いのかみたいなことが、まあ、悩みどころということですね。で、まあ、今回緊急事態宣言も延期になってしまったので、じゃあこれからどう取り組んでいけばいいのか、何をしていけばいいのかっていうことについてご相談をいただいたのでお答えをしていきたいなと思っております。で、緊急事態宣言が改めて営業に与えるインパクト、影響ってどういうものがあるかっていうのを先に整理をしておくと、まず緊急事態宣言っていうのは外出しないでくれと。あとはまあ事業を回さないでくれ。まあビジネスを一旦止めといてくれっていうのが依頼なわけですよ。その目線で考えていくと、在宅やテレワークでオフィスに人がいない状態が続く。っていうことと、会社企業運営が業種によって完全にストップしてしまう。で、最後が先行き不透明感が、まあ、緊急事態宣言もおそらく5月で終わるんじゃないかなというところではあるんですが、ただまた第2波、第3波みたいなところ可能性もありますね。その目線で考えたときにちょっとまだ先行きが読み切れないと。その結果何が起こるかっていうと、リスク回避傾向が強まると。いうことですね。なんで、まあ、コロナの影響、緊急事態宣言の影響っていうのは、こういった、まあ、ポジティブといえばネガティブな影響が非常に大きくなるというところです。じゃあ、これを踏まえた上で営業は何をしていかなければいけないのかというのが今日のテーマなんですが、まず営業のアプローチの優先順位、整理をしておくと、新規レベル、まず既存客のフォロー、これが最優先です。これですね、後ほど講じしますけど、新規の販売コストと既存顧客への販売コスト、どちらの方が高いか、もう圧倒的に新規営業の方が大変なんですよ。なので、まずは、今のお客さんとの関係や受注契約というのが切れない努力というのが一番重要。なので、そこをおろそかにしないでくださいね、ということですね。それをやった上で次何をしていくかということを考えていた方がいいです。で、プラスアルファで、今このタイミング、リスク回避傾向が強まるとお話をさせてもらいました。要は、新しいチャレンジを避けたい。新しいチャレンジっていうのは、新しいサービスを購入するでもそうですし、新しい会社に依頼をするみたいな形。要は、新規で何かを買う。新規の営業から何かを買うっていうことが難しいんですよ。その目線で考えたときに、まずは既存のお客さんに対して追加提案ができないか、追加で何か買ってもらうことができないか。要は、すでに関係のある相手に対して何かできないかっていうことを考えていこうというのが二つ目です。最後、三つ目が、これも何かしらの関係がある。具体的に何かというと、過去接触しました。打ち合わせしました。うちのセミナー来てくれました。そういった最低、完全ゼロベースの営業の相手ではなくて、何かしら接点がある相手に対して何かできないかということを考えていきましょうということですね。これが大事なポイントと。なので、1、2に関してはすでに受注のある企業さん、契約をいただいているお客さんに対してのフォローアップをしっかり行っていく。あとは契約をもらっているお客さんに対してでいけば、追加で何か提案ができないかであったりとか、既存客においても2つあります。現在契約中のお客さんと、過去契約をもらったけど、今契約が切れてるお客さん。そこに関してはまた追加で提案をして何か契約がもらえないかと。要は契約実績、取引実績ってすごく重要なんですよ。要はそこで関係ができてるからですね。なんで、一度口座が開かれている、お金をもらっているっていうのは、営業が思ってる以上にお客さんとしては結構大事な基準になったりします。要は、その会社大丈夫なのって言われた時に、あ、過去取引あるから大丈夫ですっていうふうに社内で説明がしやすいんですよ。なので、その目線で考えたときには、まず契約が一度でもある会社っていうのを最優先でまずアプローチをしていただきたいというところが一つなんです。で、それで当たり切ってしまったときに、次にやるべきは、まだ受注をもらってないんだけど、過去にアプローチをした取引が、やり取りがあったお客さんに対しての営業しましょうねっていうことが、まずここでお伝えをしたいことですね。で、さっきお話ししたんですが、新規の販売コストと既存の販売コストは1対5の法則と言われています。要は、既存のお客さんから受注をもらうのを1としたときに、5倍のコストがかかる。5倍大変だっていうのがこの1対5の法則ですね。なので、改めてですが、新規の営業よりも、新規の営業は既存のお客さんに営業するのが5倍大変なんだと。それが今このコロナの影響、緊急事態宣言の影響でより強まっていると考えると、やっぱり既存のお客さんに営業することの重要性っていうのはご理解いただけるんじゃないかなと思います。で、それを踏まえた上で、じゃあコミュニケーション手段何でどう打ち合わせをしていけばいいのかなんですが、ここの最近の入りでいけば、一度オンラインで商談しませんか？一度オンラインで話しませんかっていうやり取りが多いと思うんですが、これあまり私はおすすめはしてないです。
このタイミングで結構ね、ズーム疲れであったりとか、在宅勤務テレワークみたいな時に、在宅勤務テレワークって結局自宅で働いてるわけですよ。なんで、久しぶりになった営業だったりとか、社外の人に対して自宅を見せること自体結構抵抗感を持ってる人も多いなっていうのがなんか改めて私が営業していく中で感じてることです。なのでいきなりオンラインで商談しませんかって打診をするんじゃなくて、まずは電話で状況確認をしてください。なので電話かけた時に相手がオフィスにいません、だから繋がりませんみたいなケースも起こるので、電話もしくはメールで、いや最近状況どうですか、いやコロナの影響なんか出てませんかみたいな形で、まずは相手のことを心配する。今までちょっとフォローがおろそかになったりとか、過去の取引顧客であれば、ちょっとフォローがちゃんとできなかったら、連絡取れてないお客さんに関していけば、いきなり提案するじゃなくて、今大丈夫かなと思って連絡しましたっていう、要は状況確認、心配をするっていうコミュニケーションから、まずはアプローチをして、再度コミュニケーションが取れる、話ができる関係に戻していただいてからアプローチをしてもらいたいなと。というところですね。なので、まず、今回ご相談いただいた中でもヒアリングって話があったんですが、ヒアリングの人はまずいきなり売ろうっていう話ではなくて、まずはこの状況下で相手がビジネスを継続できているのか、事業に大きな影響が出てないかっていうことを確認してもらう。まずそこからコミュニケーション、会話っていうのをスタートしてほしいなということで、このような書き方をさせてもらいました。で、それを踏まえた上で、もうやり、全部やり切ったと。なので、結局またゼロベースで新規開拓をしていかなきゃいけないとなった時に、まあどういう手法があるのかなんですが、今までのように飛び込みテレアポ、ファックス、DM みたいなことができないんですよ。なぜか、まあ他にも交流会、展示会とかありますけど、全部が対面であったり、相手がオフィスにいることを前提でのアプローチだからなんですね。ただ、今この状況で起こっているのは、相手がオフィスにいない、人を集めることもできない。そんな状況からどうやって営業を組み立てていかなきゃいけないのか、営業をオンライン化しなきゃいけないわけですよ。なんで、オンラインで営業する、ウェブ広告を出して集客をする、SNS で広告を出したり、SNS でメッセージを送ってみたりみたいな形でアプローチをしていく。あとはウェブセミナー開いてみるとか。あとは紹介営業ですね。ただ紹介営業もここすごくちょっと難しいところが、要はお客さん目の前に紹介のお願いをする相手が今ちょっと苦しい状況とか大変な状況だったりとか、その紹介をしようとしてくれて相手が苦しかったりすると、結局、なんで今そんなこと言ってくるのみたいな形で、紹介営業っていうのは人の信用を借りて、相手の信用を借りて営業することなので、このみんなが苦しい状況下において、紹介してくれっていう依頼が機能しづらかったりとか、紹介のお願い自体がちょっと厳しかったりするケースもあるので、今現時点でいくとどちらかというとオンライン上でのコミュニケーションに力を入れた方が無難かなというところは正直思うところですね。で、この目線でもう一回ですね、オンラインで営業していくということを前提で考えたときに、オンラインかける新規営業の難しさっていうのは、即決が起こりづらいんですよ。なぜかというと、このオンラインで商談するっていうのは、この人柄であったり自分らしさみたいなことっていうのは表現しづらいんですよね。なぜか、バーバルコミュニケーションに限定されるからですよ、コミュニケーションやり取りというのが。なので、ノンバーバルで人柄雰囲気みたいなことであったり、同じ場所、同じ空間にいるから、その人の一生懸命さが伝わったみたいなことが、やりづらい、伝えづらいんですよね。特に、また、ましてやですね。ましてや、コミュニケーションを取っていく中で、同じ空間にいれば、相手のリアクションを見ながらとか、反応を見ながら、追加でちょっと情報を伝えてみたりとか、表現変えてみたりとか、伝え方を意識してみたりとか、いろんな改善ができるんですが、相手のことが見えづらかったりとか、反応がわからない中で説明をしなきゃいけない、プレゼンをしなきゃいけない、コミュニケーションを取らなきゃいけないとなってくると、即決させることって、やっぱ難易度が上がるんですよね、通談。ましてや、新規営業ですよ。知らない人から買いたくないんですよ。なので、じゃあちゃんと知ってもらうための情報訴求だったらアプローチできてたのかみたいなことを考えていたときに、じゃあウェブでリード取りました。即決してもらえるのかやっぱ難しいですと。いうこと。で、かつオンライン上で、かつこのコロナの状況で考えたときに、即決リスク、リスク回避傾向が強まっているのでチャレンジも起こりづらい。その目線で考えるとなおさら即決が起こりづらい状況が起こってますと。なのでゼロベースで新規開拓をしていこうっていう話なのであれば、まずじゃあリストちゃんと増やしていきましょうねと。リストっていうのはアプローチできる相手を増やしましょうということと、その増やした相手をすぐ借り取るんじゃなくて、ちゃんと教育してますかと。育成ですよ。育成できてますか。要は自分のこと知ってもらうための情報発信できてますか。自分の扱っている商材に対しての理解を深めていくためのコミュニケーションで取れてますか。必要性や重要性で理解してもらえるメッセージ訴求できてますかみたいなこととか、相手に何か貢献してますかということですね。そういった形でリスト集めた、見込み客増やした、借り取ろうとしたけど、さっきお伝えした通りです。即決しづらいんで借り取れないんですよ。なので今営業でやらなきゃいけないのは、しっかりとまず種をまきますと。種をまいた後ちゃんと溝をやって肥料をあげて、ちゃんと花が咲くための準備をしてあげてるのか、育成ができているのか、それができたタイミングで初めて借り取りしましょうねと。
いうことですね。なんでよく営業を例にしたとき、営業を他の店から考え方をしたときに、狩猟型、農耕型みたいな話があるんですが、狩猟型っていうのもとにかく刈り取ってこいと。言ったらこの一件の商談で受注取ってこいというのが狩猟型ですよ。だから刈り取る意識ですよね。ただ刈り取り営業は難しいって中で考えると、ちゃんと育てていくアプローチっていうのも意識していかないと、ゼロベースの営業は難しくなってますよと。ことですね。で、さっきお話しした既存客であったりとか、過去に接点のあったお客さんっていうのは、この関係が一度できているので、育成ができている可能性が高いだろうということで、まず優先してアプローチしましょうねと話させてもらいました。ただ、それを当たり切ったのであれば、そういった人たちを一人でも多く増やしていくアクションっていうのが、これからより重要になりますね、というのが今日お伝えしたい内容ということですね。なので、もう一回アプローチの内容を整理をしておくと、まずやるべきことは既存客への営業、まあ、フォローであったりとか、追加提案みたいなことを含めてですね、既存客への営業。で、次が過去の接触済み企業ですね。に対しての営業。で、最後がゼロベースで新規のリード獲得から育成までしっかりやっていきましょうねと、この3つを意識いただけるといいんじゃないかなというのが今日お伝えしたい内容でございました。まあ今営業難しいと思います。ただやれることはないわけではないので、しっかりと自分の営業だったりお客さんの状況だったりっていうのを意識しながら、しっかりと戦略を持ってアプローチしてほしいなというのが今日お伝えしたい内容でございました。今日の動画参考になった勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は以上です。